部屋について、注意点とか魅力とかですね、特徴とかそういったところについて聞かれてます。まあですね、VTI ですね、まあそもそもですね、これはバンガードトータル、ストックマーケットってことで、ETF の略称ですね。まあ、低コストだったりとかですね、特徴としてはですね、まあ、リスクとリターンのバランスがいいとかですね、まあそういった、もちろん、案件によるんですけども、まあ海外投資と VTI の関係ですね、まあこの辺もですね、VTI は重要な選択肢の、一つになるんですけども、やはりですね、知識をしっかり深めておくことが大事かなと。海外投資と VTI の関係とかですね、まあ、そのあたり、ダイバーシフィケーションとかですね、まあ、こういったところもですね、知っておくことがすごく重要かなというふうに思います。納税ですね、海外投資と納税。